皆さんこんにちは。ニュージャージー州で行われている米国女子ツアーの一戦で、第2ラウンドスタート前に畑岡奈紗選手が失格となってしまいました。失格となった理由について、第1ラウンド9番ホールのセカンドショットで放ったボールが長い草の中に入った際に、規定の捜索時間の3分を超えて捜索していたためと LPGA は理由を発表しました。今回はそんな畑岡奈紗選手について見ていきます。畑岡選手の NASA という名前は、あの NASA、 アメリカ航空宇宙局から来ているといい、両親が前人未到のことをするようにと願いを込めて命名しています。そして11歳でゴルフを始めましたが、中学時代に陸上競技 200m で県大会入賞の経験を持っているといいます。さらに中学2年生時にヒルズゴルフトミーアカデミーに入門、ゴルファーとしての腕を磨きました。畑岡選手の出身高校は、出身地と同じ茨城県の筑西市の通信制の松陽学園高校でした。しかし本格的にゴルフの道を考えることとなり、留学が可能なルネサンス高等学校に転校しています。畑岡選手の初賞金であった73万円の使い道について、本人は家のトイレの便座が壊れているので修理費に使いたいと話していたそうです。そしてその後の大会でも畑岡選手は、獲得賞金は両親への恩返しで使いたいとコメントしていて、これまでに数多くの優勝を果たしています。畑岡選手は現在の活躍、そしてゴルフができていることが両親の支えがあったからこそだということを感じており、自分のため、活躍を喜んでくれる両親のためにと思っているのかもしれませんね。さてここからは、今回物議を醸している畑岡選手が不正になってしまった事件について詳しく見ていきます。 LPGA が発表した声明によると、問題になったのは畑岡選手が初日の最終ホールとしてプレーした9番パー5のことでした。その時の状況については、2打目をグリーン右のフェスキューに打ち込んだのですが、本人、同伴競技者やキャディ、その場にいた関係者らがボールを捜索し発見しました。畑岡選手はアンプレイアブルを宣言しながらも、なんとかパーをセーブして、ラウンド後のアテスト、スコア申告も問題なく終えていました。ですが一夜明け、プレーに備えウォーミングアップをしていた畑岡選手、そしてキャディのグレッグ・ジョンストン氏のもとにルールオフィスに来てほしいという通達があり、そこで失格を告げられることになりました。突然の出来事に困惑を隠せない畑岡選手でしたが、ルールはルールなので仕方ないですねと自分に言い聞かせるように淡々とコメントしていました。それでも釈然としない部分もありました。それが発覚経緯です。この件は米国のテレビ中継局リポーターとして、そのホールで実況をしていた男性のアテスト後の指摘が発端になりました。それにより今朝になり、 LPGA が提供されたテレビ映像で確認したところ、3分25秒を要していたことが判明しています。同伴競技者やキャディーさんに言われるなら納得もいくけど、その場しか見ていない外部の人に言われて次の日こういうことになるのは納得いかないですねと、畑岡選手も悔しさを押し殺すので精一杯というふうに見えました。まず戦術で話した通り、現行のルールではボール探しの時間は3分までとされているといいます。ただしこれは、今からボールを探し始めますと宣言した瞬間からストップウォッチで測るわけではありません。そのためどうしてもアバウトな3分という規定の中で捜索を行わなければいけません。実際どのタイミングを捜索開始の時間とするのか、曖昧な部分も多いようで、今回畑岡選手が捜索時間をオーバーしていたとみなされて納得いかないとコメントしていることにはうなずけます。またテレビ中継局のリポーターが申し出を行い映像を検証した結果、わずか25秒だけ規定の時間をオーバーしていたことが判明したというのであれば、毎回競技委員などが捜索時間を測らないと不公平が生じるのではないかとも感じますね。はっきり言って、ボールを試合中に3分を少し超えるくらい探しているプロゴルファーは毎週世界中のツアーで多く見られていると思います。今回のようにきっちり時間を測るようにするのであれば、全選手そのように計測を行えるような体制をツアー運営側は整えるべきです。ファンの中には、捜索時間を少しオーバーしていただけで失格になるのと思う方も多いかと思います。実際には捜索時間をオーバーしていただけでは失格にはなりません。畑岡選手はセカンドショットを探す際に規定時間をオーバーしていました。しかし本来であれば球は紛失したとみなされ、一発打を加えて2打目地点から4打目として打つ必要があったといいます。しかし畑岡選手本人は捜索時間がオーバーしていたとは思っていなかったようです。それがわかるように、
見つかったボールをそのまま第3打としてプレーしていました。これが墓所からのプレーと判断されてしまうことになりました。墓所からのプレーは本来2罰打を加える必要があるのですが、これを加えずにスコアを過小申告したとして、畑岡選手は失格処分を受けることになりました。ちなみに1ホールでも実際のスコアより少なくスコアを申告した場合、競技が終了した後であっても過小申告による罰で失格としなければなりません。もしアテストの前に指摘を受けることができていれば、失格処分となることはなかったでしょう。確かに畑岡選手は今回ルール違反を犯したことについては間違いありません。その結果ゴルフ規則にのっとり失格処分を受けています。しかし今回の失格処分を畑岡選手本人が納得いかないと話していることには同意するファンもいるのではないでしょうか。このような失格処分を下すのであれば、今後は全選手に対してボール捜索時間の厳密化を行うように LPGA ツアーには要望したいですね。そして今回の失格の経緯を聞くと、テレビとルールに関する話を思い浮かべてしまう人も多いのではないでしょうか。視聴者からの指摘によって後にペナルティが課されることが過去にたびたび議論になっていたのです。それに線引きをした出来事として2017年の ANA インスピレーションではないでしょうか。レクシ・トンプソン選手が第3ラウンドでマークした位置とは異なる場所からパッティングしていたとテレビ視聴者からの指摘がありました。それにより4罰打のペナルティを単独首位でプレーしていた最終ラウンド中に告げられた事件で、レクシー選手はプレーオフの末敗れたことで悲劇の一つとして知られていますね。これが要因となり、ゴルフのルールを統括する R&A と全米ゴルフ協会は2018年からルール違反についてのテレビ視聴者からの指摘は不採用にするといったルールを適用するようになりました。そもそも視聴者による指摘が問題になったのは、テレビに映るのは上位選手や人気選手といった一部なので、そこに不公平感が生じるからというものでした。今回の畑岡選手のケースもそれに近い気もします。今回の失格について説明した LPGA の協議委員によると、その場にいた人からの指摘があった場合、映像確認をすることは問題ないといった旨の返答がありました。つまりテレビ映像を見た人からの指摘ではなく、指摘があったから提供されたテレビ映像を確認したというのが今回の理屈ということになりますね。当然ながら畑岡選手もこの3分ルールについては理解していました。畑岡選手は探している時にマリナ、同伴競技者だったマリナ・アレックスとも、あと1分くらいだよねって確認しながらやっていた。自分たちで携帯電話を出して3分間測るわけではないし、他のホールでテレビカメラがないところだと、その25秒は誰が測るのっていうことになってしまうとコメントしています。この場にはルーリング担当もいたようですが、この人はあくまでもアンプレアブルの処置のためそこにいただけといい、捜索には関与はなく、当然ながら時間の管理もしていなかったとの説明もありました。もちろん捜索時間が3分を過ぎていたという事実は変わることはありません。しかしどうしてもその場で指摘することはできなかったのだろうかという気持ちは残ります。たらればにはなってしまいますが、仮にアテストまでに気づいていれば、御所からのプレーによるペナルティを受けるだけで済んだ話ですよね。また明確に3分間という規定があるのであれば、しかるべき測定方法があっても良いのではと感じさせる失格劇です。本来なら午後1時25分にスタートを予定していた畑岡選手は競技委員からの説明を受け、プレーすることなくコースを後にすることになりました。来週のマイヤー LPGA クラシックには出場しないため、2週後のメジャー大会 KPMG 全米女子プロゴルフ選手権前ではここが最後でしたが、後味の悪さが残る試合になりました。畑岡選手が引きずらないことを願うしかありませんね。今回の件について擁護する声も米国では上がっていました。一連の流れが物議を呼ぶこととなり、米ゴルフ専門ポッドキャスト番組ノーレイングアップでホストを務めているトロン・カーター氏は X に連続でこう投稿しています。トム・アボットが私人逮捕をしていると聞いた。何か言うのをずっと後まで待っていた。ルール担当者がいたんだから非常に興味深い状況だ。様々な疑問が出てくる。放送を使って選手にペナルティを課すというやり方を取るのなら、スロープレーのペナルティも公平に対象にすべきだと思う。一貫性を持って選手に接してくれと同情するように綴ったカーター氏は、さらにトム・アボットはストップウォッチを持って横に忍び寄り、 NASA がカードにサインするまで何も言わなかったのか、これがどうなったのか、もっと詳しく知る必要がある。 NASA とキャディーのグレゴールには同情せずにはいられない。2人とも一流だと擁護していました。また
国内では日本人だから差別を受けたのではとの声も多く上がっているようです。今までも他競技で繰り返されてきた日本人差別、ゴルフの世界でも日本人が強くなってきた証と捉え頑張るしかないですね。白人なら指摘されないし、されたとしても PGA 側が受け付けない。日本人だから差別受けるのは仕方ない。先週も笹生選手が優勝しているしね。この裁定は日本人差別に満ち満ちています。先週日本人選手が大活躍した後だから因果関係を疑ってしまいますね。もし畑岡選手が優勝争いのスコアでなかったら通報したのかどうか、全米女子オープンで大活躍した日本勢への差別だとしか思えないと、このように差別ではと言われているのです。しかしどうあがいてもこの失格が取り消されることはないので、畑岡選手には気持ちを切り替えて頑張ってもらうしかないですね。いかがだったでしょうか。今回は畑岡選手の失格について見ていきました。とても残念としか言いようがない失格劇でしたが、差別なのではとの声や米著名人が擁護するなど物議を醸すこととなりました。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。